ですよ。はい、じゃあ、はい、では始まりましたので。それではいきます。私、了解をつけました。あ、はよろい、しい了でしょう解でか。お願いします。それではどうぞ。皆さん、こんにちは。7月11日木曜日、心理のハッピートーク。時刻は2時を回りました。毎日暑い日が続いていますね。今年の夏はいつもより暑くなると聞いています。熱中症にお気をつけて、水分補給も忘れずに、外出時は帽子、サングラス、お水などお忘れなく。ということで、注意事項のお話でしたけれども、まあ、週末に向かう木曜日の午後、カフェでおかげで少し足を止めて、午後のひとときをお楽しみください。心理のハッピートーク。この番組は、宜野湾ヒルズ FM 宜野湾、海の見える素敵なスタジオより2時26分まで、放送いたします。皆様、最後までお付き合いください。4月から始まりました、シンディのハッピートーク。早いもので4ヶ月目に入りました。ご視聴の皆様、いつも本当にありがとうございます。この番組では、ゲストをお迎えして、インタビュー形式でお話を伺ってまいります。今日のゲストは、犬飼正弘さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。犬飼さん、今日はどちらにいらっしゃいますか？はい、今、福岡からつながってます。ああ、そうですか。ありがとうございます。聞くところによると、犬飼さんは現在、ハンガリーにお住まいで、まあ、一時帰国されて、まあ、今日は福岡ということですよね。はい、そうです。ハンガリーに移住された理由など、まあ、現在のお仕事、いろいろお話をお聞かせいただきたいと思います。また今回、その一時帰国の、まあ、理由というか、国内での活動などされていくということなんですけれども、そのところもたっぷりとお話をお聞かせください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。まず、そうですね、東京でも本当に大活躍されていたかと思うんですが、ハンガリーに移住された何か目的とか理由などありますでしょうか？そうですね、クラシック音楽をはい。勉強したいと思いまして、音楽教育と、まあ、合唱式、オーケストラ式の今勉強を、この間まで、リスト音楽院という大学でしておりました。ああ、そうですか、すごいですね。はい。もうしばらく、まあ、今のお話だとハンガリーにいらっしゃるような感じがするんですが、どうでしょうか、ハンガリーでのごせ、あの生活というか、まあ、学生ということになるんでしょうか。そうですね、ちょうど今、学生を終えたとうころで、ん。2つのマスター、まあ、修士課程を終わりまして、音楽教育と、合唱教育の、2つのマスターをいただいて、すごこのい。9月から、はい。音楽学校、まあ、向こうは、どう言ったらいいんでしょう、普通の学校に行ってる子たちが、音楽だけこう専科で勉強したいという子たちだけを集めた学校みたいなそうのがあるんですね。はい。ですなんかか。こう、建物でいう学校と、だから中身の学校はちょっと違うような感じなんですけど、ああ、まあ、はい。そういう子たちを集めた、小学生から高校生ぐらいまで集めた音楽学校の講師をすることになってます。そこで、まあ、合唱とか合唱式とか、ソルフェージュとかピアノを教えることになってああ、すごいですます。はい。ね。どうでしょう、ハンガリーの生活は気候とか、まあ、日本とは違って、そうですね。今、日本は帰ってきてびっくりするほど暑いですが、どうでしょうね、本当に。向こうは朝夕と、それから昼間の気温差が激しいんですね。ああ、そうですはい。なので、か。夕方とか朝になると、信じられないぐらい、涼しくなります。まあまあ、日本からすると、ということですけど。あと、まあ、湿気がやっぱり違うので、もうちょっとカラッとしてますので、それほど、どうでしょう。不快感なく、はい、暮らせているような気はします。そうですか。そうですね、ハンガリー、まだ行ったことがないんですけれども、どうでしょう、経済事情であったりとか、まあ、最近、選挙があったというふうにね、聞いておりますそうけれでどすね。も。私が住んでいるのはちょっと田舎の方で、はい。物価で言うとそうですね、ものにもよりますけど、日本の半分ぐらいイメージすでしょうか。ごい。暮あらんま、しはい。や、安いと思っていいん暮らでししょうやか。すいと思います。はい。まあ、例えば、
そういう生活費とかで言うと、日本に暮らすよりも全然抑えられているので、まあ、入ってくるお金も逆に言うと少ないかもしれませんが、オンラインとかでこう日本の方へ指導とかをしてるんですけど、そうですか。はい。まあ、そういうふうなものとかと合わせていくと、本当にハンガリーは暮らしやすいなと。本当にオンライン、いいですね。どこにいてもつながってしまうというね。そうですね。そうですか。じゃあ、オンラインを使って授業もされてたり、まあ、現地ハンガリーで学生の皆さんにも教えてらっしゃると。そうですね。中心はというか、主だったお仕事は指揮者ですかね、それともこう、ああ、そうでいすろいろ。ね。まあ、実際には今、ちょうど夏休みの時期になっているので、正式な仕事が始まるのは9月からですけど、音楽学校での指導は、私はまあ、時間的に言うと半分ぐらいでしああ、ょうか。そうです。週の半分ぐらい。それから、空いた時間というか、その別の時間は、時々はこう、合唱指揮者であったり。なるほど。まあ、ちょっとあんまり今はまだ学生なので言いづらい部分はあるんそうですです。が、これまあ、からでですも、ね。どうでしょう、そういうプロ合唱団、アマチュア合唱団とのこう企画が動いていたりとか、自分も一つ合唱団を、どうでしょう、みんなと作って、まあ、7人ぐらいのアンサンブルなんですけど、まあ、それをこうフェスティバルで歌わせるための練習をしたりとか、いう指揮者としての仕事というものもある。音楽学校の講師の教育のお仕事と、それから指揮者としての仕事。で、去年はオーケストラもアシスタント指揮をさせていただいたりしていたので、バレエのアシスタントなんですけど、あ、そうバです。レエ公演の、バレエ公演 のその指揮者の、要は、あれですね、ピットの中で、オーケストラピットの中で、中で。そういうものをやっていて、まあ、だから演奏ですね、演奏の仕事と、講師の教育の仕事と、まあ、もう一つは、研究と言えばいいんですかね。そういう学会とかで発表したりとか、論文を、まあ、まだ発表はしてないですと書いていたり。ああ、すごいご活躍ですね。まあ、これからどん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 広がっていくということだと思うんですが、日本からの留学生も意外といらっしゃるかななんて思うんですが。そう思います。特に、沖縄とか、それこそ、県立芸術大学があると思うんですが、そこからは提携されてたはずで、毎年誰か、留学にいらしてると思います。ディストンそう学院での方すか。ああ、そうですか。まあ、ここで沖縄の話が聞けるっていうのは嬉しい限りですね。他に、例えば愛知の県立芸術大学とか、まあ、東京もそうですね。東京の芸大とか、東京音大の方も、割と多いかな。まあなんかそんな感じで、芸大の方でっていう方はいらっしゃいますし、本当沖縄の方は毎年一人はいらっしゃるなって感じです。誰そうか。ですか。今嬉しいもです2ね。人ぐらいいらっしゃるから。そうですか。すごい嬉しいですね。なんか音楽もどんどんこう広がっていくっていうところで。なんか東京でもとてもご活躍だったと思うんですけれども、なんかその留学というか、ハンガリーに行こうっていう、なんかこうきっかけみたいなのがあったんでしょうか。一番のきっかけは、カルド・シュパールという、伝説的な合唱指揮者の方がいらっしゃるんですが、その人が本を書いてらして、その本が日本語訳されて、で、その日本語訳している本を私は読んで、どうでしょう、まあ、痛く感動してというか、演奏する際の音程の微細な高さだったり、こう、差だったり、まあ、もしくはそれに関係するような、半音って、例えばこれが半音だとします、この半音が。そうすると、本当それをこう、100に分けていって、そのうちの1つ分、2つ分の違いとかっていうところなんですけど、そういうことを勉強するのが楽しくなってしまって、そういうことはあまり日本で勉強されてる方もいないっていうことなので、最です初はそか。こで、まあ、最初はというか、今も それに関連したような、研究をしたりはしています。ああ、そうですか。もっともっと広がっていきますね。そうですね。まあ、本当同じような、そういう内容をなんか教育でもやってるし、演ああ、奏するそっときもなんか。かそこは私のなんか、まあ、得意技というか、得意分野として、
ああ、そうですか。オンラインを使っていろんな授業もこれから日本に向けてされるかと思うんですけれども、今回一時帰国されて、少しはお聞きしたんですけども、ぜひ犬飼さんの、言葉でお話聞きたいなと思うんですが、コンサートをいくつかの県でされるということですね。そうですね。今回で沖縄と、兵庫と山口は西日本の方中心になってるんですけど、私の友人のオルガニストの、どっちが先？クズマ・レベンテという、友人がいるんですけど、彼が日本でコンサートしたいと。そうですか。あと音楽院とは別に、音楽芸、えっと、なんて言うんだ、ハンガリーの芸術アカデミーという、別の研究機関があって、その研究機関からのまあ予算が出る。彼はその研究員でもあるんです。で、日本に行ってきて、要は演奏してきなさいっていう予算が出るので、それを、コンサートをちょっと作ってほしいということで依頼が来て、私がちょっとコーディネートをさせていただいて、皆さんにいろんな方に協力をいただいて、沖縄でも、コンサートをすることになっています。そうですよね。もう今月でもうすぐなんだろうと思うんですが、そのお話はまた後半にね、ゆっくり聞きたいと思います。ちょうどリクエストをいただいておりまして、これからおかけしようと思うんですが、ぜひ犬飼さんの方からご紹介いただくと嬉しいんですけど。では、その、演奏、じゃあ、クズマ・セベンテ。合ってるかな？日本人と一緒で、こう、どうでしょう。名字先、名前が後なんですね。ハンガリー人も。そうなんですアジね。ア系というか、の名字なので、私も時々合ってるかな、順番とか。でも、彼自身は実は、生まれはスウェーデンなんですよね、実は。そうですか。クズマという、名字が。で、彼の演奏で、バッハの、フーガ・トタン調をお聴きください。どうぞお願いします。ありがとうございました。後半はもうずっと、オル、あ、何でしたっけ、の、パイプオルガンのコンサートのお話をお聞きしたいと思うんですけれども、そうですね、場所は今お話ししてくださって、そうですね、沖縄でどういう場所であったりとか、どういう方たちがご協力いただくとか、ジョイントしてくださる、山内先生とか、お名前お出ししてよければ、ぜひ皆さんのお名前も紹介していただこれけれ今、ば。流れている音声ですか？止まっている。この会話ですか？この会話は。この会話はずっと録画が続いてついいてまるす。ね。わ かりました。なるほど。でもハンガリー、住みやすいんですね。初めて知りました。そうですね。なんか本当に、よく年金生活に入ってらっしゃった方が、その南の島に行ってとかっていう話はありますけど、ハンガリーもぜひ、いらしていただける。そうですか。そういう情報も貴重ですね。多分この間もYouTube では。そうですね。ただ、若い人以外はやっぱりハンガリー語をしか喋れない人も多いので、どうですか。言葉の問題はあるかもしれハンガリー語はどんな感じなんですかね。英語とはまた違って、ないですヨね。ーロッパ、またそうですね。あと、独おは特ようごな。ざいますとか、いうのも、その、ヨーレッゲルテキバーノっていう。なるほど。ヨーっていうのがグッドですね。良い、レッゲルテっていうのは朝をとか、キバーノなくるほて、その、ど。キーバーノくて、キーをちょっと。で、それはなんか私は祈ってます。良い朝を私は祈ってますよっていう、ような言い少方しを。ドイツっぽい感じですかね。おお、そうですね。なんか今の単語の中には、ドイツのような言葉もありますし、そうですか。ウムラウトみたいなもありますね。ありがとうございますとか、その、クスネムセーペンっていうんですけど、キュッネムっていうのは、オウムラウトみたいな、なるほど。ううっていう音があるので、そう結構かドイそうツか。語、で発も、音の。でもそこも言葉ももうマスターされていいですね。マスターまではいかないですけど、幼稚園児ぐらいは喋れるかな。じゃあそろそろ行きたいと思います。
では行きます。はい、どうぞ。心理のハッピートーク。今日のゲストは犬飼正弘さんです。引き続きお話を伺ってまいります。後半では、先ほど沖縄でもコンサートされるというふうに伺いました。沖縄のコンサートのお話を伺いましょうか。なんかお日にちは7月の16日になりますが、今月の16日ですね。チャタンの、あれはどう読めばいいのかが実そうはで分すね。かってなくて。私も少し聞いたんですが、オールソウルズチャーチということで、英語で、そうですね。何ですかね、もろもろという字に魂と書いて、魂と書いて、諸魂もろ教会、玉。もろ、諸魂教会というか、諸魂。そうですね。音で聞くとちょっと漢字が思い浮かばないです。ですね、でもオールソウルチャーチというところで皆さん親しまれているそうみなたいですね。ようなんですけど、そこで。7月の16日の6時半から、先ほど申し上げた、今は犯罪寺院なのかな、クズマレメンテという、男性の、オルガン。オルガニストって言うんですね。そうでパイすね。プを。オルガニスト。パイプオルガニスト。オルガニスト。もう一人、ソプラの歌手もご一緒にいらっしゃると。特別ゲストで、書物アニタという、女性の方が一緒に来られて、ダンスをします。今回は沖縄ということもあって、犬飼さんの人脈でいろんな方がジョイントされるんですね。私の人脈とか人脈の人脈みたいな感じなんですけど。いや、もう紹介していただいた方にまた紹介していただいてみたいな感じで、いろいろ助けていただいて、多くの方が集まられるように聞いています。先ほど言った沖縄芸術大学の、教授の方でしょうそうですね。か。山口先生も、若くして人間国宝になられてる先生ですけど、彼も演奏、フルートの方と一緒に、三線とか、三こ線ととで、フルートっていう、ですごね。一緒に演奏されると、いいですね。とても斬新だなと思いそうまですすね。ね。多分オルガニストとか、ソプラノの方も、やっぱり、沖縄の音とか、音楽っていうのの、どうでしょう、生の音に触れる機会は、やっぱないと思って、そういう本当にプロ中のプロの方の、なんか交流があるといいなと思って、彼にお願いしてみたら、快く受けてくださって、教会で演奏していただけるんでしょうかって、そこからだったんですけど。そうですか。でもね、本当にもう決まって、もう本当にそうで16すね。日に向かって、犬飼さんも一時帰国されて、で、クズマさん、アニタさんはいつ来日されるんでしょうか。沖縄までいらっしゃる。その日に来ると聞いて、というか、チケットを取ってるはずです。16日16ですね。日に台風来たらどうするんだろうとか思いながらですけど、来ないで来ないでと思いながら。そうですね、天気予報は分かりませんけど、今の状態だと大丈夫じゃないかなと思います大けど、丈夫だなんと思かいます。ね、ただ暑いだけっていう。いろんな便が今あるんですけど、中国経由で来るはずなので、そうするとその中国の空港で、おそらく、私も今回8時間待ちとかで、乗り換えしてきたんですけど、そうですか。むしわあ。ろ時間があるっていうのはちょっと安心材料で、そこまではついていて、次の飛行機が遅れなければ来れるので、なので、何時間待ちなら、でも4時間か6時間か分かりませんけど、待ってそうから、ですね。お昼過ぎに来る予定です。そうですか。じゃあもうその日について、夕方にはもう演奏ということですね。そうですね。もうその日にリハーサルだから、着いたらすぐリハーサルの本番という形。あります。また、この後、YouTube、YouTube 配信もさせていただくんですが、リクエスト曲、くずまさんが弾かれた曲、YouTube の、下に、貼らせていただくということはできますか？URL をいただいて、下に貼っていただいて、多分ですね、2、3分しか時間がなかったと思いますので、また全部聞いそうてでいすたね。だきたいなぜひぜと。ひ。見てまくたださい。場所の紹介であったりとかも、YouTube の下に貼らせていただきまよろすしくおね。願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。で、その、お名前何でしたっけ？オールソウルズ教会の、
今回初めて犬飼さんも訪ねると思うんですけれども、皆さんとはどうでしょうか、いろんなお話されていらっしゃいます。そ始うめる。ですね。はい。なんか始めるにあたっては、やっぱり、どういうんでしょう。まず、こういうコンサートを、私もそうですけど、こう頼む側として、あ、無料でいいですよ、みたいなことって、まあ、まずないの話なので、逆に言うと、いや、もうコンサート自体も無料でいいです。つまり、ギャラとかがあるわけでもなく、その、コンサートのチケット代があるわけでもなく、その、ハンガリーの、その、いわゆる政府からのお金で動いてるので、でお話をしたところ、なんか「え、大丈夫なんですか？」みたいなところで話が始まってるんですけど、いろいろとなんかこう前例のない中をさせていただいているということで、まあ、逆に無料ということでこう今結構人が集まりそうだというふうに聞いていまどうですか、会場す。はい。いっぱいになるかなってですね。想像しますけれどもね。ヨーロッパでは全然本当に日本だと多分信じられないぐらいコロナのコの字もないみたいな感じなので、言ってもいいのか、出しちゃダメなワードですああ、けいいえ。ど、はい。大だ丈夫。からもう、ね、何年も前からと言ったらいいですかね。普通にコンサートが、満席満員でしていたりという状況です。マスクをしている人は見たことがありません。そうですか。はい。それぐらい、風邪と同じぐらいというか、手洗い、うがいは、やっぱり音楽家である私たちは本当に気をつけてますけど、風邪をひかないように気をつけてるのと同じぐらいで、まあ、なったらなったで、あ、なっちゃったんで、ちょっと、例えば私、大学生してるときは授業休みますとか、別にそこに関わっていた人たちが、こう、休まなきゃいけないっていうわけでもなく、つまり風邪ひいた人がいるのと同じような、はい、やり取りしてるような感じでそうすですか。日本だともう本当に大ごとだったりしたんですけれども、もうね。はい。はい。国によっていろいろ違うんですね。シャットダウンはすごく早かったですよ。そうですか。一歩家から出られなくなりました。何か理由がないと。例えば、歩いている人がそこら辺歩いてると、警察だったり、軍隊だったりが 止めて、職務質問してるとかいうような状況だったりする。本当に残私り2も、分になります。何週間もなんか家から出なかったりして。そうですか。いろんなハンガリーのお話、そして7月16日、オールソウルズ教会で行われるパイプオルガンのコンサートですね。そうですね。オルガニストの、デベンテ・クズマさんと、あとソクプラズノマ歌レ手ベンの、トかな。クズマレベンテ。アニタ・ジョーリさんですね。しょもじですね。ジなんョかーしリゃもさじん。みたいですけど、すいません。しょもじアニタというふうに。そうです。ということで、なんと無料ということですので、ぜひ皆さん、駐車場もご用意してあると聞いておりまそうすでのすね。で、はい。いらしていただきたいと思います。ぜひぜひ。もちろん、犬飼さんもね、その場にいらっしゃるということちょっで。と進行をお手伝いすることになっているので、お話しします。ですね。今日は本当にハンガリーのお話、内情もお聞かせいただいて、本当にあはい。はい。りがとうございます。やっぱり聞いてみないとわからないですね、どういそう、うですなっね。てるというかっか、ていまあ、うのぜひね。いらしてみてください。なんか、そうですね。ハンガリーも一度。そうですね。行きましょう、皆さん。ありがとうございました。今日の、ゲスト、犬飼正ひ、あ、ごめんなさいね、正弘さんですね。ありがとうございましありがた。とうござ失いまし礼。た。お時間、もあの早いもので、お時間となってまいりました。今日もあっという間の30分でしたね。本当にありがとうございます。福岡ですから、これからまた沖縄に入られるということで、ぜひまたお会いしたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうご楽ざいしまみにす。してます。本当ですね。番組に参加していただいた皆さん、ありがとうございました。お相手はシンディでした。それではまた来週、同じ時間にお会いしましょう。ニュクヤさん、本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。コンサート楽しみです。ありがとうございました。失礼します。